はい、今日もあなたと百姓天国。本日は11月19。カメラがね、ちょっと止まっちゃいまして。風が強いですけど、結構暖かくなってきましたね。日中はやっぱりそこそこ暖かいですね。はい、ありがたいです。はい、柿な、あ、忘れた、まあいいや、柿なルッコラ取りましょうね。あと小カブ、ビタミンな、はいはい、言ってないと忘れちゃうんですね。柿なを取ってる途中で切れちゃいました。もうちょっとか。あ、次これが次の小株だね。はいはい。はい、一応どっかにあるだろうと思いながら。これが12月の小株だね。はい。12月の終わりぐらいからタアサイが出てくると思うんだよね。冬はタアサイが結構ね活躍してくれますので、12月1月ねはもうあのメイン、刃物のメインはタアサイになりますので、よいしょ。先ほど途中で切れましたけどもね、田舎暮らしというのは技術ですという話よね。技術が理念を規定するんですね。ここのところしっかりね、理解していなくといないと結構ね足元すくわれますから、はい。日本の田舎というのはね、いくつかポイントがあるんですよ。例えば日本の田舎においてのレスペクトって何ですかって、それは優秀さに対してのレスペクトではありませんね。わかります？都市においてはね、優秀であるね、お金を稼いでる、立派である、見識が広いね、それは全てレスペクトになりますよね。男性の社会では特にね、いやあの人すごい人だっていうね、ビジネスの世界でもそうですし何でもそうですけども、
レスペクトに変わるわけですけど、日本の田舎ではね、その優秀さというものは嫉妬の対象になってしまうんですね。だから妬まれるので、だからまあいじめと一緒ですね。だから日本の田舎ではね、あまり優秀さを押し出すことはお勧めしませんね。ですので、できるだけね、むしろかわいそうなやつだとかね、はい、ダメなやつだって思われた方が、ただあまりもそれもね、度が過ぎてしまうとダメですので、ある程度優秀だけど腰が低くてね、なんていうのかな、子犬のような感じで慕って、もらえる人の方が重宝されるわけですね。はい、ましてや威張っていたらもうまずダメなので、はい、だからこう可愛がられるということがすごく必要ですね。威張っていないということで、それはすべからくね、ある程度優秀じゃなきゃいけないんですけど、だから専業農家じゃなきゃいけないから、ある程度優秀じゃなきゃいけないわけですね。よそからやってきて専業農家で飯を食うっていうのは大変ですから、やってることを見ればね、優秀なのは間違いないけど、その優秀さをひけらかしてしたらもう終わりですから、絶対にそれはひけらかしてはいけませんね。腰を低く低くね、いかないといけないですね。はい、まあこういうことを言うとね、あんまりなんかね、いいことではないけど、実際にはでもそうです。はい、あまりなんて言ったらいいんですかね、だから前職でなんかすごいね、大きい会社に勤めてたとか、大きい商社に勤めてたとかね、決してそういうことはね、逆にそれがだから何なんだみたいにね、田舎には関係ねえよみたいなぐらいのことをしか思われませんから、あ、むしろその今そこに勤めてるっていう方がまだいいわけですよ。はい、でもそこを辞めて、同じテリトリーで農業をやりに来たっていうんだったら、それはもうね、田舎の人から見ればね、それは後輩に当たるわけなので、もうこっちにやってきたんだったらそれは関係ないだろうぐらいの感じですよね。はい、こういう精神構造だということをね、よく知っておいた方がいいです。だからあまりね、そういう前職の華々しい時代のことを話さない方がいいしね、話しても田舎の人はよく分かりませんので、はい、東京の真ん中で何が行われているかということに関してね、分かっている人っていうのはほとんどいないわけですから、はい、残念なことにね、分かっていたらまた違うんですけど、よいしょ、ルッコラ取りましょう。ルッコラもだいぶ大きくなってきましたね。今週で終わりですね、一旦。この大きさになるとね、根っこはつけてはいけません。だからどの段階でね、根っこを切るとか、その辺もね、ある程度知っていないとという話ですね。はい、だから本当にその辺のね、振る舞い方ね、なんとかかんとか、それはもうある程度経験を積まないとね、わからないですから、だから難しいんですよ、田舎暮らしってね。はい、で別にね、普通に暮らして土地とかね、なんかそういうものを貸し借りとかね、そういうこう段階に入らなければ、まあ普通にしていればそんなにね、問題かかることないですよ。わけのわからん、なんかゴミ出しの仕方とかしててればね、あれでしょうけど、僕たちみたいにね、こうやって農業とか土地とかね、ましてやその雇うとか雇われるとかみたいな形になってくると、結構めんどくさいわけですよね。はい、意外とね、田舎に来ればわかるんですけど、田舎の人ってね、まあ、全員がそうでもないんですけど、例えば都市にね、住んでる人ってお金すごく大事じゃないですか。でもね、田舎の人って都市の人以上にお金が欲しいと思ってる人っていっぱいいますので、でなおかつ稼ぐ手段がないわけでしょ。なので結構ね、ピリピリしてたりするんですよ。
で僕もねこの長い30年の農業生活の中でねいろんな農家さんとお付き合いしてきましたけど、本当にあのね言葉は悪いですけどがめつい農家さんって多くてね、僕らなんかまだあのその意味ではなんていうのかな、ゆるいっちゃゆるいですよ。はい、もちろん頑張ってこうやってね専業で稼いでますからあれですけど、あのそういうちょっとね独特なこう価値観がありますので、日本の田舎にはね、で人によって違いますからその辺はね気をつけてもらった方がいいと思います。はい、今週で終わりだね。もうちょっと撮ってもいいのか、まあでもこんなもんか。はい、そういうなんていうのかな、あの地域によって違いますしね、風習も違うしね、ちょっと都会に近づければ近いほどある程度風通しが良かったりね、そんなになんかよくわからないルールはないんですけど、これがまあ、 あの田舎の方に行けば行くほどね、特に田舎過疎とかに行くとね本当に全く常識が通じないことがありますので、気をつけてもらえればというふうに思うわけですけどもね。でどこにね地雷があの潜んでいるのかっていうのはもう分かりませんから、これはねだから何回かね多分皆さんもそうですけど、いろんな地主さんとかね、あの田舎のいいおじいちゃんとかねお世話になってね仲良くなっていけばいくほど、どっかでね地雷を踏んじゃうことがあるんですよね。でその地雷がね分かりゃいいんですけど、分からないんですよね。例えばですよね、なんて言ったらいいのかな、例えば都会にね行ってしまった娘さんがいたとするじゃないですか、わかりますよね。あと小株と何だ、1、2、3、何を取らなきゃいけないの、あやめ株ね、あとはあやめ株ビタミンナ、あやめ株ビタミンナでいいのか、春菊柿なるからですね、あやめ株とビタミンナ、あと2種類で終わりですね。よいしょ。はい、例えばねこれ僕の経験ですけど、お子さんね仲良くなってねご飯とか呼ばれたりするじゃないですか。でお子さんはねもう今おじいちゃんとおばあちゃんと2人で大きい家に住んでたりするじゃないですか。そしてねご飯晩ご飯とかね呼ばれて食べてたりして、こうね仲良くこう談笑してね、でお子さんはいらっしゃる、お子さんは何人ですかって大概言ってね、で多分都会に行ってるんだけどね、お子さん何人ですかとか聞くと2人とか3人とか言うじゃないですか。でそのうちね、例えばですよね、まあこれ実際にあった話ですけど、男2人女1人のね3人のお子さんがいたとして、男はまあいいわけですよ。でも例えば娘さんがね長女でもう40半ばだと、知りませんよその詳しいことは、会ったことはないわけですからね、40半ばでで結婚してないとねっていうことは、田舎においてはそのおじいちゃんおばあちゃんの価値観においては恥ずかしいことなんでしょうね、多分ね。僕はそんなことは思わないわけだけど、そうするとそれをね聞いてしまったらやっぱりそれが地雷になっちゃうんですよ。はい、わかります。こっちは何の気なしに聞いてんだけどね、だから突然こう黙ってしまったり口ごもってしまったりね、だからその辺は意外とね難しいですよ。だからできるだけね自慢、おじいちゃんおばあちゃんがね自慢にされていることを聞いてあげてね、例えば息子さんがいい会社に勤めてるとかね、東京の方で、ああそれはすごいですねっていうふうにね言ってあげるといいと思います。それがねその田舎のおじいちゃんにとってはとても自慢だったりするわけですよね。だそういうポイントをねよく押さえておいた上で、はい、田舎の人っていうのはそのね人に褒め
められるということがあまりないので、どこが自分においてのね、その生きがいかとか、そういうところをね、いわゆるまあ承認欲求みたいなもんなんですかね。それがまあ都市とまた若干違ったりしますからね。その辺のところ、田舎のおじいちゃんとかでもやっぱり人知れずね、承認欲求はあるわけでございまして、それは私だってありますよ、ね、皆さんも同じだと思いますけど、そのポイントをねよく見てあげてほしいなというふうに思うわけですね。僕らみたいによそからやってきた人しかそれって判断できないでしょ。田舎の人ではねやっぱりできないので、僕らみたいにね基本的にはあまり関係がないって言ったらあれですけど、そういう人たちから褒められると嬉しいですよね。だからそういう意味ではね、できるだけそうやって褒めてあげてほしいなと思います。それぐらいしか僕らのできることってないんですよ。で実際お世話になってるわけだしね、農地だとかなんとかかんとか、それぐらいのねことはお伝えしてもいいと思いますよ。まあそのおじいちゃんがねいい人であってね、別に嫌いじゃなければどんどんね関係性をつないでいけばいいんだろうと思うんですけど、そういう人はねそんなに多いように見て実は少ないです、田舎ではね。はい、僕みたいにある程度ね年をいけばね、もうほぼ同世代になってくるのであれですけど、これがね30代40代とかだとね、本当にあの世代の違いっていうのはやっぱ あるわけでね、どうしてもやっぱりあのうまくこう感覚がね違う部分が多いですから難しいんですけどもね。田舎というものをねやっぱり一口で説明することはできませんから、都市を一口で説明できないのと同じでね、いろんな田舎があるし、でまたこれがね普通に観光とかねたまに里帰りしているだけでは見えないわけですよね。で僕のようにこうやって畑を借りて、その農地を借りてこうやって展開し始めるとまた全然違うわけですよね。当たり前ですけどここにはお金が発生していてね、あの土地や家がいろんなものがお金が絡んでると、すごくいいおじいちゃんだった人もね農業っていうことになっちゃうとみんな目つき変わる人いっぱいいますのでね、まあ私だってその一人ですよね。百姓農園さんの話ぜひ聞きたいとか言ってね、まあ来ていただいても構わないですけど、ジーパンかなんかでねガムくちゃくちゃ噛みながら現れてね、はい、わかりますよね、はい、私がその時どういう反応するのか、いやもちろんねいいんですよ、いいんですけどなんとなくね想像していただければわかると思うんですけど、うんってうんっていう顔をすると思いません私自身が、はい、お前何しに来たのみたいなね、そんなこと言いませんよもちろん、はい、甘いもの持ってくればねまた違うと思いますし土産物で変わってくるのかって話でね。
撮影しましたね。全然違うこと考えてました。はいはい、すいません。さあ、12月が近づいてきましたね。12月、12月はね、私あの誕生日でございまして、でなおかつね、今年は免許証の更新とかあってね、ちょっとバタバタするんですけれども、なんか親父がね、今年亡くなったんで、そのなんか手続きのこととかでね、なんか名義変更とかなんかよくわからないですけど、書類遅れとかね。ちなみに私の本籍はどこにあるのかっつってね、俺本籍どこにあるんだっけと思ってね、はい、思わぬところにありますよ。転々としますからね、はい。いやいやって感じですけど、自分でも忘れておりました。俺の本籍はどこなんだと。はい、以上でございますね。はい、コカブね、ビタミンナを収穫している百姓農園の動画。